いい？うん、もちろん。これ前にも見たよ。母上の灰をまいた場所で壁に書かれてた。全て実際に起きたんだ。この通りにね。でもここが崩れてて、これ僕たちだ。袋の中身は、うん、これは誰だろう。待った、そんな嘘だ、ありえないよ。こんなこと起きるはずない。そんな、こんなの嫌だよ。違う、これは夢だ。鉄の森もウートガルズも存在しない。全部嘘に決まってる。ちょっとロキ、ロキってば。お願い、ねえ落ち着いて。暴れちゃダメ、ね、大丈夫だから怖がらないで。私を見て、ねえロキ、そうこっちよ。ほら落ち着いて。そう落ち着くの、平気だから。ゆっくり深呼吸して、ほら息を吸うのよ。そうよ、それでいいね。もう大丈夫、平気よ。戻ってきて。大丈夫、もう平気。ごめん、どうしちゃったんだろう。心配しないで、みんなそうなるものよ。待った、みんなああなるの？狼にはならないけど、未来に恐怖を覚えるの。あれは僕の未来なんかじゃない。僕がオーディンに仕えて父上が死ぬなんてありえないよ。ロキ、運命には誰も逆らえないの。あなたも早く受け入れることね。また意地悪なこと言っちゃった。ねえ、とにかく今はもう忘れて。あなたの未来のこともロキのこともね。あなたは巨人族でしょ。きっと今は理解できないような力をやがて手に入れることになる。ねえ散歩しましょう。お手伝いしてくれたら教えてあげるわよ。ほら巨人のことをね。来て。ロキ、ねえ手伝ってくれる？これは何？はい、来て。どこに行くの？食料を見つけて種を植えるのが私の日課。でもその前に合わせ太鼓がいるの。ロキ、ヤーラよ。やあやあら。ああ、はじめまして。うわ、すごく大きな子だね。乗って。いい子ね、ガンガ。あのさ、君は知ってるんだろ？ほら、ヨトゥンの戦士のこと？ええ、ロキじゃなくて戦士って呼んだ方がいい？うん、ロキでいいよ。そう、戦士様。
それでこれからどこに行くの？果物を集めに行くの。川沿いで見つけられるはずよ。ねえ、あの花は？沈黙。あ、黙る。違う、沈黙の花って名でヨトゥンヘイムにしか咲かないの。祖母と母が喧嘩した後、よくここで昼寝したわ。ここは母が唯一落ち着ける場所だった。ああ、あったわ、モグワね。どうするの？狼の餌にする。こんな果物初めて見たよ。これは緑玉の実。母に毎日食べさせられた。力がつくって。でも本当にまずいの。効果あったみたいだね。今なんで？気に入られたみたい。それもいで。よし。狼は君が世話してるの？そうよ、友達なの。他の子にも会いたいな。あといくつ集めるの？もう帰りたい？そうじゃないけど、父上の命を救わなきゃならないしさ。ロキ、まだ時間はある。上にもあるよ。なら上に行きましょう。うん。今僕に言った？それともヤク？手伝うわ。ありがとう。うん、どうぞ。先にどうぞ。ねえ、楽しい気分に水を差したくはないけれど、壁画で見たものについて話せなくても平気なの？あんなこと絶対に起きない。オーディンに味方すれば父上が死ぬんだよ。母がね、私に教えてくれたの。どんなに抗ったとしても予言はいずれ実現するんだって。僕の父上は心を無にしろって教えてくれた。見過ごすなんてできないよ。ダメだ、届かない。あのさ、僕がアースガルズに行くなんてありえないよ。そりゃ考えはしたけど。父上は答え探しを手伝ってくれなかったけど、オーディンは二人きりになった時手伝うって言ったんだ。二人きりなら簡単にあなたを殺せたはず。ひどいな、簡単にはやられないよ。あの崖を登りましょう。戦う本陣。あそこにも持てるだけ燃えておきましょう。熟すと分かるの？両親に時期の見極め方を教わったの。じゃあ未来に起こることを全て知ってるわけじゃないんだ。重要な出来事は知ってる。あ、ヤーラが通れないわね。ありがとう。ヤーラ！
材料を集めて餌をやるのか。これを毎日やらなければ死んでしまう。その年で苦労しすぎだよ。同い年でしょ。ああそっか。私の父と最後に話した時にね、守ってやれずすまないって言われたの。急いで大人にならねばならないだろうって。謝ってくれただけマシだよ。父親って口下手よね。いい景色。この程度はまだ序の口よ。オーディンはあなたが必要なのよ。それか見た目とは違って僕が向こうを欺いてるのかも。欺くのが得意なの？父上に嘘ついたことはあるよ。へえ、策略家さんなのね。身はこの桶に入れて。ねえ、もしよければここで弓を直したいんだけど、いいかな？もちろん、道具ならあそこの棚にあるわ。そうだ、棚の中にいいものがあるわ。準備できたらヤーラのところに来て。もう少しここにいていい？好きなだけいるといいわ。いいね。ねえ、これは何？おばあ様と描いたものよ。下手だった頃の絵。すごく線が生き生きしてるね。え、そう？お世辞がうまいのね。これすごく色の使い方が好きだな。ああ、空に使う青色はさじ加減が難しいの。うん、いいさじ加減だよ。すごく綺麗だ。ありがとう。ああ、それはお気に入り。手がすごくうまく描けたの。自信作よ。ほら見て。あ、うわ、本当だ。すごいな。手って描くの難しいよね。そうなの。これは見られないの？ええ、
まだ人には見せられない。ヤーラならいいけど。謙遜しちゃってそのうち見せてあげられるかも。でも今はダメ。3色だけなんだ。他の色は？それで十分。他は混ぜて作るの。この絵も君が描いたの？うまいね。それは失敗作。本当はもっとうまい。僕は好きだけどな。さっきさ、ウートガルズでは頭が混乱するって言ってたけど、あれどういう意味？うん、ユミルは知っている？始祖の巨人で、大昔にオーディンに殺されたんだよね。オーディンはユミルを完全に滅ぼしたけれど、彼の夢だけは例外なの。それは私たち巨人のものだから手出しできないのよ。じゃあ次は？次はミトマゼルビストの根を取りに行きましょう。帰りたいなら別だけど。うん、残るよ。じゃなくてここにいたいんだ。僕もさ、絵を描くんだ。落書きだけどね。何を描くの？いろんなものだよ。怪物とか工芸品、旅で父上と見つけたもの全部。お父さんも絵を描くの？まさか。こっちに根が生えてる。ほら、いい子ね。大丈夫よ。動物って他にはいないの？ほら、もっと早いのとか。悪気はないよ。もちろんいるわよ。でも二人は乗れないから、この方が楽なの。うん、そっか。これは私が。この先にもあるから、必要な分だけ買って。簡単に折れるわ。ナイフはいらない。そう、少しだけ取るの。強くねじってみて。これでいい？上出来。はいはい、今行くわよ。この先にもっとあるわ。僕のこと本気で嫌いみたいだ。そんなことないわ。ただ私の他にこの子と一緒に暮らしていた人が。向こうにトラブルが。ロッキー、狼になって。そうよ、この調子。タカ、変化すると変な気分になる。自分を制御できないみたいで。できなきゃダメなの？
それじゃあ根も見つかったことだし出口を探しましょう。ナイフはいらない。あ、そっか。まあ実りはあったかな。しばらく根は抜かない方が良さそう。あなたのせいじゃない。ねえ、あっちから進めそうよ。ほら、ヤーラのところに行きましょう。ヤーラ！もう平気。ねえ、変化するとき何を感じているの？怒り。それだけ。怒りを利用して狼を解き放つのね。なら、怒りを制御する他の何かを探せばいい。どうやって？怒りだけじゃなく、いろんな感情を抱いて戦えばいいの。怒りで満たされたら、他の感情で自分を保つ。この橋、どこに繋がってるの？捕まって。もしかしてわざとやった？かもね。戻ったね。ええ、左にある桶の中に根を入れて、そしたら最後にあるものを見せるわ。どうかした？いいえ、別に。水辺に戻った方がいいわ。こっちよ。もう少しここにいてもいいかな。ほら、道具も直したいしさ。ええ。君も動物に変化できるの？まだできない。でもあなたのそれは巨人ではなく神の力かもね。そっか。自慢された気分。ごめん。冗談。右の行動よ、ヤーラ。あそこに行くの。はあ、進めないね。そうや。今の呪文いいね。ここを隠してくれるの。リョトゥンヘイムで巨人の気配がしなかったのもそのせいかも。みたいね。見に行ってみる？その魂、誰のものなの？何？ナイフの中に魂が入ってる。知らなかったの？全然。誰の魂？今は誰か分かるまでそっとしておくといいわ。でも誰かの魂を盗んだ覚えなんてないのに。何してるの？気分転換。何回跳ねるか試すのよ。やってみる？簡単そうだね。ああ。教えてほしい？いや、きっとできるはず。いくよ。ああ、一回か。何？
そんなにおかしかった？あなたのことじゃない。ただ、ただこの状況がおかしくて。あ、そう。なんだ、ダメか。やっぱり教えてくれる？水平に投げてみて。いつ手を離すかがとっても重要なのよ。それじゃ、見ててよ。オオカミになってロッキー、ちゃんと制御するの。ルバウーザ。のはなしだから、最後の一回。それはダメよ。ドラウグルに邪魔されたんだよ。そんなの言い訳。また後でやりましょう。終わったらあのアーチの下に向かいましょう。遅すぎるかも。ああ、今のは遅すぎ。上手。もう少し早く離して。ああ、今のは遅すぎ。うまいじゃない。ちょっと早すぎたかもね。まだ早すぎるわ。慣れてきたわね。早すぎ。すごい。あともう少し。うわ、今の見た。あげたいものがあるの。あなたへの贈り物。怖いものじゃないよね。ええ。ああ、でも僕何もお返しできないよ。
あのさ、質問していい？もちろんよ。君っていうか、僕らは最後の巨人族なの？そうとも言える。でも、複雑なの。教えてよ。教えるよりも見せた方が早い。ねえ、じゃあ僕の予言は？あれが真実なら僕は何をすべき？何も。結末は変えられないのよ。どんなに避けようとしても必ず予言通りになる。じゃあこれまで運命を変えられた人はいないってこと？一人も？もちろん細かい部分は変えられるかもしれないけれど、終着点は変わらない。だったら筋書き通りに歩む方がいいでしょ。あれ何？昇降機。ヤーラとは少しお別れ。上に行きましょう。